皆さんこんにちは。株式会社吉貝のかまぼこの林田と申します。昨年の12月から130年続く老舗かまぼこ屋の代表に就任しました。でそういったまさか私がかまぼこ屋をするとは思っていなかったんですけども、そういったご縁とかきっかけとかは全てこの福岡大学のベンチャー企業論があったからこそ、私は今このかまぼこ屋をするという選択を取って今があります。アビルゼミ時代というのは、私はもともと高校の時ブラスバンドしかしていなくって、偏差値も39しかないような、いわゆる劣等生だったんですけども、アビルゼミに入ってアビル先生からは偏差値が低い人は偉いんだよって褒めていただいて、でそれからはもうベンチャー企業論のプロジェクト活動に没頭して、その中で今日登壇された植松さんや西郡監督やいろいろな講師の方々のお話を聞く中で、こういう人生を歩みたいというものがどんどん見つかっていって今があります。今日は私なんかのお話で、どういったことを皆様にご提供できるかは分かりませんが、これまでのなぜかまぼこになったかという経緯をお話しさせていただきますので、その中で何か皆さんがこう持ち帰ってもらえるようなものがあればと思ってお話しさせていただきます。よろしくお願いします。間違えた。はい、私は大学4年生の時に後継者未定問題に興味を持ちました。そのきっかけというのはこちらの方です。岡野工業株式会社の岡野社長です。岡野工業をご存知の方どのぐらいいらっしゃいますか？やっぱりこう社会人の方々が多いですね。ありがとうございます。岡野工業は痛くない注射針、世界一細い注射針を開発したことでとても有名な会社になります。その注射針というのは糖尿病患者の子どもたちのために作られたもので、自分で自分に針を打たなくちゃいけない、でもその痛いって分かっているものを打つというのはとてもストレスがありますよね。そういったものを和らげるためにこの岡野社長は開発されました。それはあくまで代表例なだけであって、その他にもいろんな方々の困りごとを助けるものを作り、でしかも他の人が作れないものを作ってきたので、不可能を可能にした男というあだ名がついているほどの方です。でそんな岡野工業が2020年に廃業するというニュースを、当時大学3年生の終わり頃、私はニュースで目にしました。なんでそんなに素晴らしいものを作る会社が廃業に至るのか、その真相というのはメディア上では後継者がいないからというふうに書いてありました。しかもその廃業に悔いはないというふうに書いてありました。ただ私にとってはそんな素晴らしいものを作っているのに継ぎたいっていう人はいるんじゃないのとか、残してほしいと思っている人はいっぱいいるんじゃないの、なんでそれでも廃業っていうことに至るんだろうということに大変疑問を持ち、岡野工業に電話をかけてみました。では福岡大学の林田真理ですって言うんですけども、いや福岡大学のといってもどうせマスメディアの一部でしょうと言って、なかなか取り合っていただけないんですね。でまたかけても取り合ってもらえない。でそれをずっと繰り返しているうちに、アビル先生からそういう時はね手紙を書くんだよというアドバイスをいただきまして、このような手紙を書きました。最初の出だしとしましては、先日しつこく電話をして怒られた林田真由です、あの時はすみませんでしたっていうところから始まり、岡野工業が廃業を選んだ理由はきっと岡野社長がこの人なら託せるという人がいなかったからなのではないでしょうかと書きつつ、私の心では相当へりくつ親父なんじゃないかとか思ったりですね。当時岡野社長85歳だったんですね。どうしても会いたいということで、最後の方には岡野社長の目が白くなる前に私はあなたに会いたいですってことを書いてお手紙をお送りさせていただきました。すると岡野工業に改めて電話をかけると、すぐに岡野社長に代わっていただけまして、君面白いね、ぜひ会いにおいでよと言っていただいて、大学4年生の6月に岡野社長のもとへ阿比留先生と一緒に会いに行きました。そして実際にお話を伺うと、そのメディア上では悔いはないと書いていましたが、岡野社長はとっても後悔を持っていらっしゃいました。その技術というのはどんだけお金を積んでも一瞬で入って引き渡せるものではないと、やっぱりこう長い時間かけて一緒に次を担う人とその先代がやることで、そのノウハウとか発想といったところ、ここの承継がとっても大事だと。でもその人を育てることができなかったっていうことにとても後悔をされていました。その時私はじゃあ今からやりましょうと、若い人私がどんどん連れてくるから、それから技術を教えるってことをしてはどうでしょうかと提案したんですけども、当時岡野社長は心臓にもご病気を持っていらっしゃって、今からとても人に教える体力はないってことを言われていたんですね。で当時私はすごい意気込んで、あんな手紙も書いて言ったにもかかわらず、何もすることができない無力なままで終わりました。
ただ今岡野工業が一つの代表例として、他にも岡野工業のようにそういった本物があるにもかかわらず後継者がいないという理由で、廃業に至るということがとても多くなっています。またそのうちの半数が黒字であるにもかかわらず廃業に至っているような状況です。それがどんどん進んでいってしまっては、まだまだ先のこれからの未来、私たちの子や孫の世代ってどうなるんだろうってことを思いまして、このことをぜひ大学4年生のプロジェクトテーマに掲げようということで、ベンチャー企業論内でプロジェクトを発足しました。コンプロジェクトというんですけども、次世代につなぐ続くコネクト&コンティニューの CON を取ってコンプロジェクトと名付けて、筑紫女学園の学生や九州産業大学の学生も仲間に入ってくれて12名で活動がスタートしました。まずはその後継者問題について、何も知らない、事業承継 M&A とかも何もわからない私たちだったので、そういった専門家の方々や行政のところを訪問してお話を聞きます。ただやっぱりこのお話を聞くだけというのは全然その現場のリアルな、どういう問題が起きているのか、その後継者のいない方々がどんな思いがあるのか全くわからないんですね。そこで実際に困っている人に会いに行きたいということで、日本的 M&A 推進財団、 M&A って一般的に買収とか合併っていう意味なんですけども、日本的 M&A、 マリッジ&アライアンス、結婚と同盟っていう言葉、そういった価値観を持って動いていらっしゃるこの白川社長、福本さんのもとに訪ね、そういった企業をご紹介いただきました。それが、紆余曲折あって私が今代表に就任している吉貝のかまぼこです。明治23年創業、もう120年を超える歴史がある会社になります。ぜひちょっとその雰囲気を分かっていただきたいので動画を流させていただきます。うちのこだわりというのはですね、防腐剤とか化学調味料とか、卵白とか使わないですね、体に優しい安全な商品というのがうちのこだわりでございます。とにかく新鮮な魚をですね発注して、スルミを特注で、作ってもらって、練り方とかですね、スルミの温度とかですね研究してやっています。本当の美味しさというのは魚の刺身でも一緒ですけどね、醤油とかわさびとかつけると本来の味がなくなるんですよね。だから魚の味を生かすために調味料を使わないということもあるわけです。うちの商品はですね、噛んだ瞬間はそんなにこう味を感じないんですけど、だんだん噛んでいるうちに、お魚という感じがするようなですね、そういった商品を目指しているわけですね。はい、ありがとうございます。本当に自慢は完全無添加にこだわった魚の味がそのまま食べてもする、わさび醤油につけなくてもそのまま食べても美味しい、安心安全で美味しいかまぼこが自慢になっています。そんな吉貝のかまぼこなんですが、後継者がいないという理由と社長のご高齢が理由で2018年の6月休業に至りました。私が初めて吉貝のかまぼこに会いに行った時は休業してから1年経ったタイミングだったんですけども、全国各地からまた食べたい、アレルギーがある私はここのかまぼこじゃないと食べれないといったお声がずっと寄せられておりまして、当時吉貝社長はなんとかこのお客様の声に応えたいと、まさかこんなに待ってもらえているとは思っていなかったってことをお話しされていました。その時に私や一緒に行った後輩たちは、私たちはそのやっぱりこう働くときに誇りを持って働きたい、でまたそういった誰かに必要とされる仕事をしたいって気持ちがあって、その一つのモデルとしてすごく吉貝社長の姿が当てはまったんですね。でなんとかこの吉貝社長の役に立ちたいなということで、これからそのプロジェクトの活動は吉貝のかまぼこ復活をテーマに掲げて動いていこうということで、早速この奮闘の日々が始まりました。まず私たちが最初にやったことは、この吉貝のかまぼこの魅力について吉貝社長ご夫婦からお話を伺い、この吉貝のかまぼこ、こんな企業があるんですということを、もうひたすら福岡九州の食品に関する企業5、60社リストアップして、もうひたすらもう行く、ひたすら話すということを日々やりました。ただなかなかこの奮闘する中でも、休業しているってことは人がいないんでしょと、それをまた採用するとか、誰が作るのかって問題はどうするんだって話だったり、かまぼこ屋、将来性明るいと思ってるのっていったところのお話だったり、なかなか引き継ぐ先が見つからなかったんですね。ただこの私たちの活動を、まだ何も成果出てないけど奮闘しているっていうことだけで、当時西日本新聞社さんが取り上げてくださり、その記事がヤフーのトップニュースに出て、関西の企業さんが手を挙げてくださりました。
その企業さんもそういったニュースを見てから手を挙げてくださったので、非常にこの吉貝さんのこだわり、健康社会に貢献するっていう理念も大事に考えてくださっている企業さんで、もうあと1週間後に会社同士の結婚式っていうところまで迫ったタイミングで問題が起きました。というのが、次は工場近隣にお住まいの方々との、トラブルですね。休業前には天ぷらも作ったりしていましたので、そういった天ぷらの油で障子がベタベタになってしまっているとか、魚の匂いが気になるとか、これから再開するのであればそれをどうするのかきちんと言ってほしいといったところのご意見が上がりました。でもその時に吉貝さんもまさかそんな風に思われてるなんてってことで大変ショックを受けて、もう移転しないと無理だってことをおっしゃったんですね。私たちも急いでこう移転先がないか探したんですけども、どうしても移転先の土地であったり、かまぼこを作るためにはたくさんのお水が必要ですから、そういったお水の設備、電気、機械を動かすための電気の設備、そういったものを整えるのにもうかなり数千万っていう金額がかかってきてしまいます。いくら吉貝のかまぼこも黒字だったといえ、そのハードルというのはとても高いです。のり屋さん、その関西の企業のり屋さんだったんですけども、のり屋さんもなんとかこういろいろできないか考えてくださったんですが、やっぱり厳しいということでまた白紙に戻るということが起きてしまいました。いよいよ私ももうどうすればいいのかわからなくなり、卒業後も続けていたんですけども、昨年の6月に吉貝のかまぼこは会社解散の危機まで、追い込まれました。私ももうここで3年間やってきたけどもう終わりかなって思っていた時に、吉貝さんが私にある言葉を言ってくださりました。先日のちょっとメディアで取り上げていただいた際にも同じことを言ってたので、そちらご覧ください。4代目となった林田さんにかまぼこ作りを教えているのは3代目の吉貝清司さん、77歳です。体力の衰えと後継者の不在で休業を決めた4年前をこう振り返ります。やっぱ寂しい思いがありましてですね、はい、本当は死ぬまでもやりたかったんですけどねこの死ぬまでやりたいってすごいなって私思ったんですよ。電話をいただいて、林田さん寂しいって言われて、でかまぼこ作りながら死にたいって言われて、でも私も大学生の時から言ってたので、吉貝さんを自分のおじいちゃんかっていうぐらいもう懐いてもう慕ってたんですね。でそんな大好きな人がかまぼこ作りながら死にたいって、それならもうかまぼこ作りながら死んだ方が良くないって私も思ったんですよ。なので会社解散の危機まで来ましたけど、事業にならなくともどうにかそのご近所の方々を説得して、原料をまず1回だけでも、休業して1回も作っていなかったのでまず作るっていう環境を整えたいと、それを私が整えれるのあれば作りますかって吉貝さんに聞いたら作りたいっておっしゃったんですね。ならばということで、毎週往復3時間、このかまぼこ屋がある宮間市というのはここから本当往復3時間かかるんですけども、毎週1ヶ月半ほど通いまして、ご近所の方々とお話しました。最初はまたこいつ来たかという感じなんですけども、まずはその休業前というのを私も知らないので、どういうことが気になってたのか、それを具体的に教えてくださいということで、もうひたすら話に聞くという、もう話を聞くことに徹しまして、でそうするとだんだんご近所の方も心を開いてくださって、こういうのはねこうしてないんだよとか、こういう問題をここの業者に聞いてみたらいいよとか、ご近所の方々がなんかこうこっち側のもう味方について一緒に考えてくださるようになって、そのおかげでどんどん問題がクリアされていきました。また仕入れ先の企業様も大変吉貝社長のことをやっぱり尊敬しているから力になりたいと言ってくださって、まず1回目の試作を作れる環境が整いまして、昨年の9月末に休業して初めてのかまぼこを作りました。私の心配点としては、吉貝さん3年空いとるけど作れるっちゃろうかっていうことを心配してたんですね。ただやっぱり何十年もやってきた技術っていうのはそう簡単に薄れるものではなくって、もうすごい俊敏に動いていらっしゃってかまぼこができたんですね。でそして私も当時プロジェクトのみんなも手伝いに来てくれて、かまぼこ完成と盛り上がったんですが、次の心配点としては、私かまぼこ食べたことない中ずっと関わってたんですね。このかまぼこ美味しくなかったらどうしようっていう心配があったんですよ。ただ一口食べてみると、本当にそのまま何もつけてないのにお魚の味がして、しかも完全無添加、普通であればリン酸塩でんぷん卵白入れるものを全く使ってない、なのにプリッとした食感もある、でこれはすごいっていうことを私も思いまして、やっぱりこれはどうにか残さなくちゃいけないという思いが強まりました。でその時に作った、試作品のかまぼこは、次の日お店に大学時代から応援してくださっている方々、また地域の皆さんをご招待して、試食配布会を行い、60名の方が足を運んでくださりました。
そのかまぼこをいろんな方にお配りしている中で興味を持ってくださったのがシステム会社だったんですね。で、実はもう今吉谷のかまぼこはフロイデ株式会社という福岡の天神にあるシステム会社の子会社になりました。もしここが気になったら後で詳細の理由は質疑応答で聞いてください。で、そうしてじゃあこのついにフロイデ株式会社と吉谷のかまぼこがやっと会社同士の結婚となったその2週間前に次また私のところに一つの電話があります。それがシステム会社 の瀬戸口社長からのお電話だったんですね。林田さんが社長やらないっていう電話だったんですね。で、私もへーってびっくりして本気で言ってるんですか、それシステム会社の社員さんもびっくりするんじゃないんですか、しかも私なんかまだ社会人3年目ですごい未熟者で本気で大丈夫ですかってことを言ったんですけども、瀬戸口社長に口説かれた文句としましては、吉谷のかまぼこの復活にあたってこれまでいろんな人が関わってきたけども誰もが諦めてきたと、ただその中で唯一諦めずに支援を続けてきたのは林田さんだけだったじゃないかと、でこれから吉谷のかまぼこの再開にあたっていろんな人の応援協力が必要になるけども、そういう誰を巻き込むにしても真ん中に思いの強い人が立ってないと誰も巻き込むことはできないと、林田さんしかいないじゃないかって言われたんですね。で、私は私しかいないと思ったんですね。それでもう即答でやりますということをお返事させていただいて、昨年の12月より吉谷のかまぼこの代表に就任しまして、再出発がスタートしました。まあ、それからは日々やることしかありません。ただその中でも大事なこととしてはやっぱり事業承継なので、何を残し何を新しくするかっていう視点かなと思っています。今私が大事にしているのは吉谷社長、今会長になりましたけども掲げている理念、健康社会に貢献するっていったこと、また今回吉谷のかまぼこを本当の価値っていうのは何なのか、その価値を正しくお客様に伝えたいという言葉で言語化しまして、原料の原料まで極めた自然派かまぼこと定義した上で今新たな再開でいろんなことを取り組んでいます。それからは3月から2ヶ月間クラウドファンディングを行いまして、かまぼこの先行予約、この中に吉谷のかまぼこのこだわりやこれまでの経緯もつらつら書かせていただいて、いろんな面でその応援者の方を募るといったことで、またいろんな人がどんどんシェア拡散してくださって、この運動の輪が広がっていって本当に多くの方に応援購入をいただき、とても感謝の気持ちでいっぱいです。その時はたくさんの応援コメントもいただいて、今 SNS でもたくさんのコメントいただいてるんですけども、日々それが今私たちの原動力、励みになっています。 昨月にはオンラインショップもリニューアルオープンしました。今はZoom で視聴の方も全国でこのかまぼこをご購入いただけますので、ぜひよろしくお願いします。喜びます。今は月に1回店頭販売会も開催しています。やっぱり地域のお客様と直接お話しすることで、私なんかよりも地域の方の方が長くかまぼこ食べていったので、その味がどうかとか食感がどうかとか、そういったご意見はぜひ私も欲しいんですね。そういったことをコミュニケーションを生むために今この店頭販売会も大事に月に1回行っています。昨日も開催しましたが、ありがたくかまぼこ完売させていただいて、また来月お盆も楽しみにしている次第です。いろいろお話しさせていただきましたが、今回その吉谷のかまぼこをこういった復活させるまでにすごく私にとってやっぱ大事だったのが、冒頭でも上松社長もおっしゃっていたこの経験、知恵、人脈、この3つをやっぱり追いかけたっていうのがすごく良かったなっていうふうに感じています。やっぱりこのプロの方であればこの吉谷のかまぼこの復活はきっと途中で諦めるんですね。何せお金になりません。ただ結果的に私はずっとそこに諦めずに取り組んできたことで、今結果的にまさか想像はしていなかったですけども仕事になりました。一回私は吉谷のかまぼこの相談を東京の M&A 仲介業者にしたことがあります。その時に言われたのが、え、休業している会社普通ねそんなとこやらないよ、だってもう瀕死しているようなもんじゃんって言われたんですね。でその時私はこれがプロかって学生の時に思いました。ただそういったところでも私がこれからどう働いていきたいのか、私としてのこうプロとは何なのかっていうものをまた再定義した上で、吉谷のかまぼこ復活、またこの吉谷のかまぼこが多くの後継者がいなくて困っている中小企業のモデルになれるように励んでいきたいと思っております。以上で私のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移ります。先ほどのお話の中で感想やご意見のある方は挙手をお願いいたします。
ありがとうございます。エリオット様お願いいたします。お久しぶりです。経営者になられて意外だったことや想定できなかったことっていろいろあると思うんですけれども、いつか教えてください。はい、経営者になったからというよりかはやっぱり石垣のかまぼこだからなのかもしれないんですけども、原料問題が半端ないっていうところですね。やっぱり完全無添加で作るとなると、まずはその素材が相当厳選したものじゃないとやっぱりいいかまぼこってできないんですね。休業している4年間の間で温暖化によって海の環境の変化も変わってお魚の強度が変わっていたりすることもあります。でそういった問題に対してまた吉貝さんがじゃあ塩をちょっと早く入れようかとか、またそこの職人の勘の働きがすごくって、改めてそこで学びというか気づきとしてはやっぱりこの技術承継というのは作り方レシピとか機械の使い方とかそうハウトゥー的なことだけ覚えては何の意味もないっていったところですね。いろんな部分でやっぱり変化していくので、その時に吉貝さんならどう考えるのかみたいなところは、吉貝さん今お年77歳なんですけども元気なうちにですね、私も今作ると必ず現場に入っているので、そういうふうに吉貝さんと一緒の時間空間を大事にしながらその発想を身につけるっていうのがものづくりならではの難しさでありやりがいなのかなというふうに感じております。ありがとうございます。ありがとうございました。時間の関係上ここで質疑応答を終了させていただきます。林田様ありがとうございました。ありがとうございました。